から前の車が前の車がなかなかどかない時で、まあ、自分がオーバーテイクできるんだけれどもなかなかオーバーテイクができない時というのはどちらが先に集中力が切れるのかっていう、まあ、そういう勝負になります。で実際の人生もまあ多くの場合そうですよね。先に諦めた方が負けますよね。最後まで諦めずにいた方が勝つというのは、まあ、レースでも人生でもそんなに変わらない感じはしますね。 This is Ford。
Open for your mind.